ばんは。ギフトありがとうございます。お菓子にハート、こんばんは。寝とった公園楽しかった。お話し会ありがとう。あ、夢にあずみん嬉しい。夢にあずみん、お邪魔しちゃった。どんな夢だったんだろう。あずみんって来て、そうだよ、ルーム名もまだ 2.5 期研究生だし、まだね、研究生です。あずみんたち、あの昇格が決定したってだけでまだ研究生です。またの機会に正規メンバーに昇格って感じで。こんばんは。あ、カフェのお話ありがとうね。こちらこそ本当にありがとう終わっちゃったね。ドンレミコラボカフェが今日でね最終日でした。一週間ありがとうね。コラボカフェ行ってくださって、あ、今日ありがとう。ヤズミが吉野司会してほしいということで。え、嬉しかった。しかももう、優しすぎて。ありがとうね。お話し会来てくれて。よしよし、もう嬉しい。こんばんは。ありがとうございます。ギフトたくさん。ありがとう。お話し会ありがとうね、今日。こんばんは。あ、角刈り連れて帰ってきた？イエーイ。ありがとう。ねえ。今日はめっちゃ名人感が強い。何それ初めて言われた。初めて言われたんだけど、名人感って。名人みたい。名人さんみたい。よいしょ。こんばんは。見てこれ。お洋服です。今日のこの前のさ、あのバレンタインの配信の時に見せたやつ、ワンピース着たお話し会でさ、あのなんかそのこのワンピース見せた時に、そのワンピースだけ単体で見せたから、ワンピースの単体こんな感じなんですよ。紐になってて、そうだからその配信の時に、それ下は着ずにワンピースだけ着るのみたいなコメントで溢れて、いやちゃんと下着るよみたいな話をね、そうしたんですけど、配信の時に。したら今日お話し会で、下着ててよかったって言ってる方いて、着てるよっていう、変態だって話です。そう、安心してください、来てますかおかえり、ありがとう。で、こ、かわいいよね。え、これね、実はね、くるくるに結んでもらったんだ、このリボン。これ自分で結ばなきゃいけなくって、肩ひも。あ、ありがとうね、にゃーにハート、あとギフト、クイックに結んでもらった。メガハンが話したのに笑われたって喜んでたよ喜んでた。いやもうなんかもうね、あの顔を見てお話できたっていう事実が楽しかった、アズミンはって言っといてこんばんは、嬉しかったって。安心してください、草。安心してください。着てますよ。そう。サンキちゃんにいじられんかった。いじられん。あ、ミョンと、ミョン？ノアミョン？ミョンと、
あのサンキちゃんの番組の話になって、バズれんの1億人にバズれんの話になって、あの学力テストとかやっとるじゃん。でそのミョンの出してるツイートの話になって、でそう見てはいるよミョンのツイートとか見てはいるけど全部見れてはないし、1億人でバズれんのも番組全部終えてるわけじゃないって、まあここでもまた言い訳になっちゃうんですけど、ていうかその話の時に私が答えれんかったんよ。そしたらミョンに、あずみんさん私たちの番組見てないんですねって私のツイート見てないんですねって言われて、あ、いやそういうわけじゃないよミョン違うんだって言って違うんだそういうわけじゃないんだって言って、見てるよ君のツイートもって言って、そう学力テストやってるの。うん、ちょっとでも確かにサンキちゃんの番組全部見れてないからちょっとあちゃんと見ようって、ちょっと溜まってるサンキちゃんの番組を見ようと思います。そうって言われました、ミョンに詰められた今日。うん、違うんだミョンミョンミョン、そうミョン呼び。ね、でも学力テストさ、まるまる見れてなくって、サンキちゃんのツイートで流れてくるのだけ見るんだけど、もう、バラエティ力高い、サンキちゃん、マジで。嘘でしょと思うぐらい、バラエティ力高いですね、あれ、本当にサンキちゃん、面白くって、もう。でもあれ、かきくえは棒に当たる法隆寺だっけ、みょんみょんの。あ、めっちゃ好きで、覚えてる。って話したんですよ。聞くえば棒に当たるみたいな、面白い、みんなやばいみんなやばい、みんなやばい面白いよね。ちょっとアベマで見れるよ、サンキちゃんの番組。イエス、アベマで見れます。こんばんは。あ、今日話しかえ、ありがとうね、思った話してよかった、ありがとう食べに来てくれて。タンタンお疲れ、こんばんは、ありがとうございます、ギフトありがとうね。珍海盗賊、いや本当に珍海盗賊出、学力テストでひーちゃんが本気で心配になりました最下位だったもんねいや私も順位だけ見て、いや回答も見て、てかみんな心配な、やっぱあれじゃない、私じゃなくてサンキちゃんに甥っ子送るべきだよ、ドリルはドリル送るべきですよ。そう、アベマで見れるよ。アベマで毎週放送されている。アズミンは中なら何位くらいに入りそう？そりゃあ1位かな。アズミンは1位かもしれん。中だったら1位。天才なのでアズミン。アズミンのバラエティ力負けてない？負けてないか。いやー、霞むレベル。あれは。サンキちゃんのバラエティ力の中ではちょっとかすんじゃうかもしれないぐらい、みんなレベル高いっていうか面白い、ほんまに普通に面白いもんな、みんな、なんかもう
日常会話からね面白いんですよサンキちゃんって。そうすごいなって思う。やっぱりだからいう番組とかより輝いてる、生かされてる。うん、こんばんは。いやひーちゃんおもろいよね本当に。A チームの学力確かに僕と A チームの学力他にみんな低い。確かにサッチーユイタンが高かったもんね。サッチーユイタン B にいるから確かにひーちゃんがいるしひーちゃんもでも 2.5 期の学力で2.5 期の学力で上げる無理か。どっこいどっこいな多分 2.5 期も。あ、複数見れるの楽しみにするね。ありがとう、嬉しい嬉しい。クエス頑張る。え、配給見に行ったの？え、いいなぁ、配給行きたい。私も配給行きたい。明日さ、なんか、あの、お姉ちゃんがさ、弟とね、なんか弟学校ある、お姉ちゃんお仕事休みで、弟は学校だけど早帰りらしいんですよ。だから、明日弟と映画見に行くんだけど、あずみ映画見に行くって今さっき言われて、放課後文化祭だよって言いました放課後文化祭見に来てよて何映画見に行くんだよって言ってさあ本当に、あそうかって、文学祭だよ。あ、3月のねお話メインで行きます。え、待って、トランプさ、びっくりした。初めてだよ、話変える。トランプ。マジック見せてくれた人。しかも、めっちゃすごかったし、全然種わからんかった。また説明して、あの、種の。ありがとう。楽しみにしてるね、3月。こんばんは。クラコンね、また出たいな。そう、確かに今週福フェス、時経つの早いよね本当に。あ、明日映画安い日なんだ。え、チョウさんの映画見に行きたい。あの映画、うん行きたい。放送上映始まってる。なんかちょっとミステリーっぽいやつですよね、千穂さんの映画。そう、映画どころじゃないですよ。明日は放課後ね。明日の放課後音楽祭、まさかのっていうか本当に昇格決定してからのお話会なので、お話会じゃないわ、放課後音楽祭だから、まさかね、明日の放課後音楽祭昇格決定した段階でできると思いもしてなかったです。昇格決定、放課後音楽祭。こんばんは、ありがとう。あ、マネー育てた行くね、ありがとうね、待ってる、ありがとうございます。あ、明日通行に多いよ多分。え、そうなの、なんでなんで通行に多いの明日、なんかあるの。え、チョウさんの映画ダンバラの4でしか上映してないよ。え、そうなん、広島、そうなんじゃ。あ、そこに行かんといけんのや。だっぱら何読んでしか上映してないんだ。そっか。でも行きたいな、千穂さんの映画見に。放課後音楽祭終わりってことはないの？
放課後音楽祭終わりってことはないですね。うん、3月まではネームプロジェクトあります。あります、放課後音楽祭もある。なんか今日多分新しい動画1本上がってると思うんですけど、あの一旦さ YouTube がさ1万人いったっちゃいったじゃん。でもね、ちょっとみんなこれね大変な状態なんですよ今。ちょっとこんなこと言うのもあれですけど、こんなこと言うのもあれですけどっていうか、あのチャンネル登録してすぐは 1万なんて表記かいな、 1.001 万みたいな1.001万か、多分1万100人だったんですよ、チャンネル登録。そう、ちょっと減って1万人になってて今。そう、あ、そう、 1.01 万人だったのが今1万人になってるんです。そう、減ってきったらどうなるの、わかんないの、わかんなくって。そうなんですよ。だからで、しかもさ、まあ、これスタッフさんと話すんですけど、1万人せっかくさ達成できたアカウントっていうか YouTube1 万人達成できたのに、まあ3月以降4月からとか、まあ、昇格できてからでもさ、あのせっかく1万人達成した YouTube チャンネルがさ、そのままなんかなくなるっていうか、あの何も使われなくなってそのまま終わっちゃうのってめっちゃもったいないですよねっていうか、せっかく1万人みんなで頑張った分さ、使い続けた方が絶対にいいじゃないですか、 YouTube チャンネルをコンテンツとした方。だから全く使わなくなるみたいな話は一個も出てないんだけどっていう話を、そうしたり試供してスタッフさんと、減ってるし。そうで、今ちょっとチャンネルの頻度がやっぱり、あの達成するまでと達成してからだと、ちょっと達成した後の方がやっぱりちょっと頻度的にも落ちちゃってたから、そこは止めずに頑張りたいですよねみたいな話。そう、まあでも TSS さんとも絡んでるのでなかなかね、そう難しいところであるけど、でもね減りたくはないじゃん。だしね 2.5 期のコンテンツとしてもね、そう、またそこがね4月以降っていうか、まあ4月以降か、3月までだから一応4月以降どういう形でチャンネルなってくかわかんないけど、うできたらいいよね、なんかねなんかねできたらいいよなと思うし、もなんか使わずになくなっちゃうって、あーもったいないよね、させたくはないなと思います、せっかくの YouTube チャンネルなので昇格して NWP 終わった感じたのが大きいと思う。確かに終わった感ちょっとある。終わってないよね、終わってないからニューエンプロジェクト終わってないです、全然終わってない。ツイートしました、放課後音楽祭もあるし、ツイートして YouTube のやつもちょっとツイートしよう。取り消しはないと思うんですけどね、話してる感じ取り消しはない。ありがとうございますね、ギフト。ごめんね、今日全部読めなくて。ありがとう、ギフト。腹圧は上下どっちがいい感じ？腹圧は、霜がいい。うん。確かに目玉。え、
終わった後もう 2.5 期の公式チャンネルにするってことはできない？いや、できるんじゃないんかな、わかんない、どうなんじゃろう、できるんじゃないかなとも思うし、ニューウェブプロジェクト放課後文化祭とか自体バスッと3月で終わっちゃう、終わっちゃわんのんじゃないかなっていう気もしてる。あれだもんね、広島盛り上げるとか学生さんととか、もっとまだ知らない人たちに ST を知ってもらうみたいな面ではすごく素敵な企画ではあるので、今のやってることって、まあ、昇格企画とは別と、まあ少しまた置いといて、そこのそっちの企画、そこに昇格企画が一緒に乗っかってたから、そっちのこっちの企画ね自体はすごくねいい企画だなって思うので、続いて いきそうな気もする。どうなんかな、でも全然先の先側見わかんない、全然わかんないですね、どうなっていくのか。昇格もだしね、自分たちの昇格でもスタッフさんの時話したんだけど、いろいろ考えてはくださってるみたいで、自分たちのこの昇格っていうのが、多分正式に今ちょっとふわっとしてるじゃん、昇格決定して、まだ自分たち昇格じゃないんですよ、昇格したわけじゃないから、まだ 2.5 期研究生で、その昇格っていうタイミングがちょっと今ふわっとしてるし、あれ昇格まだしてないのみたいな、まだ 2.5 期研究生って名前なのとかって聞かれたりもするみたいに、ちょっとふわっとしてるから、そこはね、なんか昇格って感じでなんか考えてはくださっているみたいで、話した感じ、なので、でもまだそう、まあだから、ま、待ちですね、情報待ちしとってもらえたらなと思います。きっとなんか楽しいお知らせが、いいお知らせができるんじゃないかなと、わからんけどちょっとわからん、確信、わからんけど、そう、でもあと、そうそう、まあでもどこかではあると、あるのは多分絶対あると思う、なんかこう何かのタイミングで昇格おめでとうみたいなのはある、あるある、でそっから、それがそこから正規生ですみたいな感じのはある、絶対に、そうそう、内定状態、そうだね、内定もらっていましたみたいな感じそう、そんな感じです今は。こんばんは、アニメ特別出るよ。こんばんは。TSS チャンネル。ねえ、そんな、わかんない。TSS のチャンネルなんかな、どうなんだろう。多分兼ね合いだよね、チャンネルも。3月以降、どうなっていくかも。今は TSS さんが動かして、くださってるっちゃくださってるので、あのチャンネルって主導、 TSS さんが主導のチャンネルではあるから、そこがどうなるかは兼ね合いですね、きっと大人の。なんかさ、今日この前さあのダンスの先生とねレッスンの時になんかこう話してて、いろいろで、あのなんだったかな、なんか
話になって、これこれってどうなんですかねとかって聞いたら、ちょっと答えられないような質問だったらしくって、その私の質問がね、先生に、あ、まあそれはちょっと大人の事情がって言われてで、大人の事情がって言われるとそれ以上踏み込めないじゃん絶対にだから大人の事情って魔法の言葉ですよねっていう話をして、そう、大人の事情って言われると私はもうそれ以上踏み込めない魔法の言葉、大人の事情、こんばんは。そう、大人の事情です。確かに私も大人です。私も大人です。私も21歳です。踏み込んでもいいですか？ダメ、絶対ダメ。そう、そうです、大人の事情って言われたらね。あ、特典会も出るよ。うん、出ると思う。初特典会。え、もう桜咲いてたの？桜素敵、お花見したい。達成記念として広島の牡蠣1万個食べれるまで帰れません。やばい、胃が大変なことになりそう。あずみん子供やから誕生教えてくれ、違うわあずみんも大人あずみん大人だけど大人の事情教えてくれないんだけど、あずみん大人。大人だよ。特典会抽選なのかな。ぽいよね。どうなるんじゃろうね。あと、どんな風に特典会あるんかもわからん。なんか前回のフクフェスが抽選っぽかったらしくって、だから今回も抽選になるかも感じかな。全然でも詳細出てないですよね、どんな感じなんか。楽しみ、福フェス楽しみです。また東京、そう、21もSTUチャンネルがあって、研究 AKB の17期研究生さんとコラボするんですよ、 2.5 期が。だから楽しみ、福フェスの前日ですね。あそこね、私めっちゃ忙しいんですよね、21から21。そう、リモートじゃなくて直接、うん、17研究生さんと配信して21日で、22が福フェスで、23が花だれなんですよ、花だれ公演。そう、21、22、23がね、そう、忙しい、結構。来週が忙しくなりそうです。で、24がお休みで、25がリアルだ。広島リアル。お話し会。本当に盛りだくさん。天気悪いんだ、来週。そうね、明日も頑張る音楽祭あるし、ね、2月もいっぱいいっぱい、たくさんいっぱい嬉しい1ヶ月だったな。体調崩し、広島リアルいないんだけど大丈夫、崩さないよ、元気無敵、あずみだから
元気無敵あずみ、ありがとう。でも体調気をつけて頑張る。忙しいのですね。忙しいのは嬉しいことです。本当にバタバタと嬉しいことだみんなみんなみんなに会いたいよ。はあ。みんなに会いたいよ。みんなに会いたいな。くるくるは目線そらした方がいい感じな。くるくる目線そらした方が、うん、かわいい X のしてたね。くるくるの X の2枚目のこう目線ちょっとそらしてるのが、そう撮ってたんよ今日。取り合いっこしてて、お互いにかわいいから、それがかわいいって言いながら撮ってました。え、東京雪降るの？え、そんな寒くなるんだ。あったかくせんといけんね、それは。え、最近ちょっとあったかいなと思ったのに。そう、あ、聞きますか、くるくるの余ったチョコくるくるさ、ココアさんとサンヤンさんにチョコあげとったじゃん。じゃけ、その写真撮ってるときに、私にチョコはないんですかって言ったら、え、余ったのならあるよって余り物をもらいました、今日は余り物のチョコ。そう余ったのってどういうことよっつって、ツンデレかな、ツンデレかなとか言ったら絶対怒られるな。手隠しかな絶対普通に余っとっただけだしって言う。そう、あ、サヤさんチョコと違っとったよ余り物らしいチョコだった。でも手作りっぽいよね。手作りだっけ、なんか手作りとか言ってたよね。そう、余り物にはツンがある、面白い余り物にはツンがあるって面白い。そう、なんかくるくるがメールで私のことをなんか送ってくれとったんかな。で、そのなんか X でくるくるがあずみんのこと書いてたっぽいようなツイートが流れてきたから、おっと思って LINE くるくるにあのメールであずみんについてなんて書いてくれたのって送ったら、なんかあずみんは背が小さいとか、なんだっけな、なんかいつもくっついてきてなんかめんどくさいみたいな、なんかそんな感じのこと書いたよとかって言われてこいつこいつ照れ隠しかってそう、だからくるくるがずっとこのスタンプ嫌いなんだよねって言ってたスタンプを送ってやりましたそう、くるくるが嫌いって言ってたスタンプをめっちゃ連打して送って、うん、わざとツンツン、くるくるがツン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 クルしてたから、ツンクル、そうツンクルしてたのでまあこんばんは。クックルお返し、え、するよ。しかもリオツンのあのね、僕の太陽公演の時、あ、でもこれ配信なかったからな、そっか、
リオツンに今年はバレンタイン、てか去年のバレンタインデーも含めて今年もリオツンにバレンタインでもらったんですけど、ちょっと5倍でお返しするって約束をしたので、リオツン、私ねめっちゃいい5倍プレゼント思いついて、リオツンへのバレンタイン5倍お返しプレゼント、ちょっと今ねちょっと注文してるとこなんですよ、リオツンへのバレンタイン5倍お返しプレゼント、ちょっと楽しみにリオツンの反応が楽しみで早く渡したいんですよね私どんなの送ったかまというね、そう5倍お返し5倍返しすんの、そうリオツンに、なんかね東京の僕隊の時にの MC で、あのゴッティと自分とくるくるとリオツの4人で MC したんですけど、バレンタインの話になって、でそのバレンタインチョコをなんか誰に渡したいかみたいな時に、リオツがその今年は 2.5 期にプレゼント用意してるんですよって話になって、でもうもらったんですけども、リオツン今年のバレンタインチョコ、実は去年リオツン去年のバレンタインも私たちにプレゼントしてくれてて、リオツンでもこれをねもう自分の口で言うのも恥ずかしい話の恥ずかしいっていうかもう話なんですけど、あの昨日去年のお返しバレンタインのお返しをそのノアピーはお返しをくれたけど、アズミンとクルクルはお返しがなかったってそうって話になって、それであの今年もう去年の分も今年の分も合わせて5倍でお返しますっていう、そうだから5倍そうだから5倍です、そうなんです、去年の込みの5倍っていう、かなえね今日お話会ね、うん、お話会よかった、レッスンとかね徐々に叶う、会える機会増えたらいいね、戻ってこれたみたい、よかったよかった本当に叶う、そうでも元気そうでした今日も、久しぶりにお顔見れたけど、うん、あ配信してるんだ、よかったよかったよかった、配信できてるみたいでよかった、そう2倍じゃなくて5倍、もう5倍の気持ちで返さなきゃいけないそんなちょっと5倍の気持ちで返しますっていう、2倍なんかじゃ足りないですっていう気持ちで、5倍の気持ちでちょっととっておきのプレゼントを返そうと思います、誕生プレゼント、誕生プレゼントじゃないバレンタイン、そうねシークレット公演、そうなんよね配信なかったけんね、そうだよね本当に MC とかもさ行った人にしか分かんないもんね、だから今私もあそっかと思って、行った人にしか MC 分かんないからとか内容配信なかったけんね、そうやと思った今さっきね、公開されてないけん
こんばんは。誕生日プレゼントはね、あげてますよ、自分。誕生日プレゼントは、欠かさずに、毎年あげてる。3人に。おととし？おととしね、去年。あ、去年が今年になるか。おととしからか。2回。そう。誕生日はね、バレンタインはつい自分もね渡さなかった、渡してないな去年から。バレンタインの日には、バレンタイン、出てるのエンジンだけ、出てるのエンジンだけ、本当に私の恥ずかしいエンジン。そう、なんか、いや、これもね、私悪いよね。あ、でもみんな、なんかさ、渡すなら、気持ち的にみんなに渡したいんですよ。全員に配りたい。どこまでって難しくない？誰まで渡そうって、気持ち的にはでもみんなに渡したいぐらいの気持ちになるから、でもどこまで渡そうってなるとなんか難しくて、そうだから STU 入ってからバレンタイン文化私全然本当にやってないんですよね。あ、やばい、時間になっちゃう。そう、誕生日はその人だけだから、その方にと思ってプレゼント渡したりするんだけど。13位、今井真吉さん。ありがとう。12位、やちりんさん。ありがとう。11位、リバプールさん。ありがとう。10位、ひるやすみさん。ありがとう。9位、とっちゃんぽやさん。ありがとう。8位、ケイセティンさん。ありがとう。7位、かぎさん。ありがとう。6位、こうじさん。ありがとう。5位、みやこうちゃん。ありがとう。4位、ぽっちんさん。ありがとう。3位、ならにしさん。ありがとう。2位、ぬしさん。ありがとう。そして1位は、ルルルルルル、バン。ディオさん。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。また明日放課後音楽祭頑張るね。配信もあるから、配信も見てください、放課後音楽祭。ありがとう。話し会もありがとうございました。また明日ね。バイバーイ。おやすみ。